ね、うちの運転手やってたやつが参議院議員になってあのあ<と>ガーシーの後の。<laughs> <laughs> すごいなまた時の人ねやなんで「お前が議員になったら俺秘書やるわ」って言ったら「今やってんだ秘書」やって「私設第一秘書」なんですけどすごいなということでジャポではよく太田さんにキレてますよ。俺はだってさ光代社長のところそうだよなんだこの修羅場はとそしたらたまたま「お正月僕たまたま暇なんですよ」っつったら会ってるんですら リとうちの社長がガンガンン飲んでるか <laughs> あうちであのなんかおせち料理とか出るから来ない <laughs> って言われてえ「じゃあ僕餅つきやりたいですとっっ」と思いそうだ餅つきやってたんで,で屋上で、はい、ご自宅の屋上で餅つきをして <laughs>、えー、わけわかんないでしねえそしたらそしたらすごい感激する出来事があって「<laughs> はい、入って社長からもらったの、はい、お年玉もらったえ 堀江もお年玉にわけなの <laughs> ちょっともらう立場だろこっちが中に1万円のピン札が入ってて <laughs>、はい、えーえー、まあまあどういったのんよってもうひっちゃかめっちゃからね政治をあの、うん、テーマにまあそれこそ堀モンがさっき言ったあの斉藤君みたいなね要するになんだかわけの分かんないうちに首相になっちゃったっていうダメな首相がいてそれはまあ支持率は悪いんだけど、うん その人がこう世界中の,あの戦争とか紛争とかそういうのにだんだんこう巻き込まれてドタバタしながらなんかこうやっていくみたいなねコメディーですよまあ芸人というかもともとやっぱり映画監督になりたかったからそれこそチャップリンに憧れてコメディー映画を作りたかったからまあそういう意味ではその。 あんまりあの別の仕事とは思ってないんですよだか,、ねはい、だから村上春樹がこの後出るんですよ、はい、この後出ますよね、はい、それがちょうど俺とせん同じ1200万円なのねそうあの書き下ろし1200です、ね、ぶつけてきやがったと <laughs> 打倒村上春樹 <laughs> 打倒村上ファンド <laughs> いや全然違うじゃないですか <laughs> これでもサンジャパの出演者半分ぐらいこれに変えても分かんないんじゃないですか <laughs> どういう <laughs> どういうことよ。え、あの太太蔵くんとか、わかるでしょ。いや、僕わかんないと思いますよ。よく <laughs> 太蔵いじめるんだよ <laughs> <laughs> 本当にさ、いいコンビだよね、でもね。<laughs> よくこれを馬鹿にする人は、それは表面的に人間っぽい。 あの会話はしてるけれども、うん、それはただ表面上のだけで、うんうん、中身は別に人間じゃないでしょっていうことを言うんだけど。人間だってそうじゃねえかよと、うんうん、なんか人間っぽい受け答えをしてるけど。うんうん、大抵の人はただ相槌打ってるだけで、もうだって落ちのない女子会トークなんて。本当に壺の押し合いみたいな、え落ちないんですか、これみたいな。僕も全く同感ですよ、はい、それは。だから要は擬人化するっていうこと自体が。うん もうすでに例えば二次元に恋しちゃう人がいるっていうことだったりあるいはもっと昔で言うとあの奈良の大仏を見てこう、ね、あそういうものっていうのはどっか世界中の人たちがさ実はあるんだかないんだかいるんだかいないんだか分かんないものを信じてここまで人類は来てるわけでもうすでにだからここのチャット GTP の中身が。 本物かどうかっていうよりもこっち側の思いがもう乗っかっちゃったらそれはもう人格だよね、うん、一つのねだけど、うん、本当に人間みたいな話をすると、うん、僕たちもただマネのマネを繰り返してそ,それっぽく振り回ってるだけなんじゃないかって、うん、それは全くその通りだと思いますけお礼もんのことはほとんど知らないわけだけどそのテレビで見るイメージとかたまに会う時の会話とかでなんとなくこんな人じゃないかっていうので擬人化してんだけど。うん だそれで表面的な会話は成立してんだけど、うんうん、それは俺の中に作った堀右モンでしかないからね。だからそういう意味で言うともう,もう随分こんなチャット GPT が出現する前からもうすでにその本当の生物生命じゃないものを生命だと思って。 あるいはその人格だと思って我々はもうずっと多分過ごしてきてるし赤ん坊が何の言葉しゃべんなくてもこう思ってんじゃないかこう思ってん勝手にこっちでやってその通りに赤ん坊はおそらくそれに合わせて育ってってるからまあもうその境界線っていうのはあんまりね重要じゃない。<laughs>